南アフリカ航空295便墜落事故。南アフリカ航空295便墜落事故。南アフリカ航空295便墜落事故。サウス・アフリカンエアウェイズフライト295は、インドよモーリシャス近海で発生した航空事故である。1987年11月28日、南アフリカ航空295便は、 貨物エリアで発生した火災により、モーリシャス東方のインド洋に墜落。乗客乗員159人全員が死亡した。機体の捜索は困難を極め、コックピットボイスレコーダーは4900メートル、16100フィートの深さから回収された。公式の調査は火災の原因を特定できないまま終了し、 事故後数年間にわたって陰謀説が唱えられる原因となった。ボーイング747から200バイトコンビ、機体記号、ZSSAS、愛称、1980年製造は、規定の負荷率とクラス B の貨物室規制の下、メインデッキに客室と貨物室との両方が設置されていること特徴としていた。295便では、 客室には140人の乗客が搭乗し、また航空運送上によると、貨物室には手荷物と6個の貨物パレット、計4万7千キログラム、10万4000ポンドが積み込まれていた。台湾の税関職員が一部の貨物の抜き打ち検査を行っているが、この時事故の原因となるような疑わしい貨物は発見されなかった。機長は1万3843時間の 飛行時間を持つベテランパイロットであり、うちボーイング747の飛行時間は3884時間。副操縦士の飛行時間は、アッテウェルが7362時間、バーチュールが8749時間で、ボーイング747での飛行時間は、それぞれ4096時間、4254時間。また、フライトエンジニアの飛行時間は、 ベラガーダが7804時間、ダニエルは1595時間で、ボーイング747での経験は、それぞれ4555時間、1595時間であった。295便は、台湾、中華民国の中西国際空港、現、台湾東円国際空港を出発し、途中のインド洋上にあるモーリシャスのサーシュウサガル、ラングウラム国際空港で給油後、 南アフリカのヨハネスブルグのヤンスマッツ国際空港、現、OR 田んぼ国際空港に向かう予定だった。出発の34分後、乗組員は、香港の航空管制下に連絡し、ウェイポイントイラ島、22度 19N117 度、3十 e からイズベンまでの飛行ルートについて、確認した。一報告は15時3分25秒に、イラ島経由で行われ、 15時53分52秒に、ウェイポイントサネク、16時9分54秒に、アドマークと、スーカー、12度 22N110 度 54E と、続いた。15時55分18秒、295便は、ヨハネスブルグの南アフリカ航空基地に定期報告を行っている。台北を出発後、9時間30分は、通常通りに飛行していたが、 現地時間午前3時45分ごろ、モーリシャスの航空管制官に対し、煙が充満し緊急着陸を要する事態と通信があった。その後、火災が重要な電気系統を破壊したため、295便は通信不能、機体制御不能に陥った。そして0時7分やトック、現地時間4時7分に機体が空中分解、モーリシャスの北東、 約 250km 沖合のインド洋上に高速で墜落、推進約4000から 5000m の海底に突入したと推測されている。モーリシャス a t c は通信途絶から36分後、午後4時44分、現地時間4時44分、正式に緊急事態を宣言した。ヘルダバーグから、モーリシャス a t c への最後の一報告は、次のウェイポイントではなく、 空港に関連したものと誤解されたため、捜索は当初、実際の位置からずれた場所で行われてしまった。その後南アフリカ航空の捜索隊が墜落地点を発見、モーリシャス政府、南アフリカ軍、デユニオン島のフランス海軍やディエゴ・ガルシアのアメリカ海軍らによる捜索活動が開始。墜落から12時間後、湯膜と極度の損傷を受けた8つの遺体が水中で、 発見されたが、事故現場からは大きく離れた地点まで漂ってきていたことが後に判明している。回収された手荷物から3つの腕時計が発見された。うち2つはまだ台湾時間に従って動作しており、南アフリカの調査責任者、レンニエ・ファン・ゼイル、レニー・ファン・セイルは、停止した時計との比較から、おおよその墜落時刻を推定した。墜落直後、 当時の南アフリカの政治情勢から、巷では、テロ説が盛んに取り上げられていたが、爆発物の痕跡は見当たらなかった。また、血液検査の結果、遺体はすすを吸い込んでいたことが発見された。これは、ヘルダバーグが墜落する以前に、すでに乗客が煙の吸入により死亡していたことを示すものだった。墜落地点を発見し、ブラックボックスを回収するため、 米国のサルベージ専門会社、ステッドファストオーシャニリングによる捜索が行われ、多大な費用が投じられた。捜索区域の大きさは、タイタニック号のそれと同程度であり、5000メートル、1万6000フィートは、同社がそれまで受け負ってきたサルベージ作業を優に超える浸水域だったが、幸い残骸は捜索開始から2日以内に発見された。これらの場所は、 それぞれが墜落現場周辺数キロにわたって点在していた。これは機体が空中分解したことを示唆するものである。また残骸の状態などからビブから分解が始まったことが推測された。1989年1月6日、遠隔操作者、ローフジャミニは深さ4900メートル、16100ヒートからコックピットボイスレコーダー。 CVR の回収に成功したが、フライトデータレコーダーは発見されなかった。ファンセールは、政治状況を考慮し、ワシントン DC の米国運輸安全委員会、NTSB にボイスレコーダーを引き渡し、自身が立ち会うことで、調査の中立性を確保した。ファンセールは、南アフリカで CVR の分析を続けていれば、真実を隠蔽したと非難されただろうと10回している。 CVR の記録開始から約28分後に火災警報が鳴り、その14秒後、電気系統のブレーカーが飛び始める。捜査官たちはこの時、約80の回線が切れ、電気系統、昇降だ、方向だ等の操縦系統が失われたと推測している。アラームの81秒後に CVR のケーブルが焼き切れ、記録はそこでストップしていた。また後の調査で、 溶融した金属塊の中から焼け焦げた未使用の消火器が回収され、乗組員は貨物室に入って消火しようとしたものの、火星の強さに諦めざるを得なかったと考えられいる。貨物室を復元しての調査が行われた結果、燃えたのは床から1メートル以上の部分であり、特に貨物室前方の壁と天井が激しく燃えていたことが判明した。ファンセールは、 右前方のパレットが火元であることを発見した。パレットに積まれた貨物の大部分はポリスチレン放送のコンピューター機器だった。何らかの原因で、これが発火し、ポリスチレンが燃えてガスが発生、天井付近に蓄積。これがフラッシュオーバーを起こし、貨物室全体に影響を及ぼした可能性があった。ファンセールは火元は特定できたものの、 なぜ火災が起こったのかについては、突き止めることができず、そのまま調査を終了した。ただし公式報告書では、コンピューター機器の存在に注目し、コンピューターの中に含まれているリチウム電池が自然発火した可能性を指摘している。公式調査委員会は、南アフリカの最高裁判所判事、セシル・マーゴン、セシル・マーゴンを議長とし、NTSB とボーイング社の協力により、 事故の調査を行った。事故現場から回収されたカーボンファイバー製テニスラケットを溶かすには摂取600度の温度が必要であり、公式報告は火災がかなりの時間にわたって燃え続け構造的損傷を引き起こした可能性があり、それを認めるに十分な証拠があると述べている。墜落の直接原因は特定されなかったが、ボーイング社は 機体の分解を伴うあらゆるシナリオを挙げ、委員会はそのうち以下の2つの可能性について言及した。まず、乗組委員がコックピットに侵入した煙により意識を喪失したこと。そして、火災の熱が機体構造を劣化させて空中分解、ビブが分離したことである。委員会はテロの可能性を否定し、この事故を個人の責任とすることは、 不可能であるとした。また、クラス B 貨物室747から200コンビに搭載されているタイプの火災検知及びコントロールシステムの不備が事故の主な原因であると結論付けた。この事故は、クラス B の貨物室に関する対応量規制が大きく、立ち遅れているという事実を世界中の航空当局に警告することとなった。この事故から2年後、 アメリカの連邦航空局は貨物室の耐火性に関する耐空性改善通達を発行し B747 から400コンビの製造にフィードバックされている。この事故は747コンビでの最初の火災事件でありワイドボディ航空機での数少ない火災の一つとなった。ボーイングの捜査官であるフレッド・バースウィル、フレッド・ベレスウィルは この理由から295便目の火災を重要視している。NTSB のバリー・ストラウシは、ボーイングの本社を訪問し、コンビの設計について問い合わせた。客室内の空気は、貨物室よりも、わずかに高い圧力を持つように設計されているため、乗務員が貨物室のドアを開いても、客室からの空気が貨物室に流れ込み、煙やガスが流れ込まないようになっていた。 ボーイング社では、米国の連邦規則に従い、大量のタバコの葉を燃やす実験を行ったが、火災は貨物室の中に留まった。調査官は、プラスチック製のカバーと予備のパレットが火災の燃料となったことを考慮し、295便と同様の条件で再試験を行った。その結果、高温の炎により加熱された空気は、通常よりも高い圧力を持ち、 貨物室のドアを開くと、煙とガスが客室に流れ込んだ。事故現場を再現したテストのデータは、クラス B 貨物室の使用が十分な防火性能を備えていなかったということを証明したのである。その後、南アフリカ航空は1993年にコンビの使用を中止し、連邦航空局は手動消防をメインデッキの貨物室の主な消火手段にすべきでは、 これらの新しい規格に準拠するためには、重量の増加や追加の装置類を設置することが必須であり、経済的負担の大きさから747コンビは使われなくなった。にもかかわらず、コンビは最後の機体が KLM に納入された2002年まで747製品ラインに残っていた。1992年1月、 ロイヤルエディノーティコルソサイティ、レイズのジャーナルは、サーフライト295を破壊した、機内火災の調査が再開された可能性があると主張し、貨物火災は、ミサイルロケット燃料の発火による疑いがあると書き立てた。しかし、実際にはこの時調査は再開されず、火災の原因となった貨物の性質に関しては、多くの陰謀説が埋まることとなった。 南アフリカの政府の科学者は295便目のウゼンパレットの横にあるナイロンネットに付着していた鉄粉を調べ溶融状態の間に高速で飛び散っていたことを発見した。つまり火災は梱包によって引き起こされたフラッシュオーバーによるものではなかった可能性もある。また、イギリスの火災爆発のアナリストはパレットの上に位置していた航空機の外装 スキンと呼ばれるパネルが摂氏300度にまで熱せられていたと主張した。一方、ボーイングの捜査官であるフレッド・ベレスウィルは、発火元がそれ自身の酸化剤を含む、線香花火のような特性を持っていたことが考えられること、機害の冷気流が原因で、飛行中の航空機のスキンがそれほどの高温になることは困難であると述べた。法定科学者のデイビッド・クラッツオー博士は、 ボーイングの弁護士に依頼されこの事件に取り組んだ。彼は、その後、マーゴ判事の委員会が、比較的無関係な問題を調査するのに過度時間を、費やしたこと、及びこの委員会が最も重要な質問を無視したと、批判し、委員会が CVR 記録から何かを隠したのではないかと、疑うようになった。博士は、この火災は、通常旅客機では運ばれない物質を積んでいたとし、 当時武器金輸の下にあった南アフリカ政府が武器を密輸入していたのではないかと考えている。博士は乗組員の会話が離陸直後に南シナ海の上で火災が始まったことを示唆していると主張した。ボイスレコーダーは長時間の飛行のために働いていなかったか、または乗組員の手でオフにされたというのである。当時の航空機のコックピットボイスレコーダーは30分しか。 記録できなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。